遠ざかっている9年ぶりのリーグ制覇っていうのを目指してるわけですからね、村さん。いやもう、狙わないといけないチームですしね。はい、クロスボールを入れてきた。ティトラに当たる。オフです。アディショナルタイムの目安の4分台に入ってきます。なるほど、ミズノ後ろにところを通せばというところですが、ファビオを突いています。目安の4分台に入ってきました。ミズノのロングスロー、土屋もいる。したくないという中で迎えたあとわずかというところで勝ち点3がスルーと指の間から抜け落ちていったという形になりましたが、これはどうですか。そうですね、もう皆さんおっしゃる通り勝ち点2を失ったようなゲーム展開となってしまいましたね。内容ももう追加点いつ取るんだというような展開も何シーンも見せたところでしたから、まあ、その展開もやはりもう1点追加点というのがいかに大事かというのも知らされたようなゲーム展開となったのではないかなと思いますね。まずは今日の1対1という結果になりましたけども、今日の試合の感想を聞かせてください。そうですね、最初に中村俊輔の一発を食らって、ただゲームは悪くなかったと思います。我々の準備したことを選手が遂行してくれたし、内容的にも相手の差を出させない中で自分たちの戦いができた中で、0-1 で進んでいくってこれが J1 だっていうのはハーフタイムでも言いましたし、この一発で沈むってことがあり得ると、ただ我々は覚悟を持って最後まで戦うということを選手は遂行してくれたんで、1対1っていうのはある意味僕はフェアな結果だったと思うし、それは選手守ることが救われた結果だったなと。その準備といったところで、まあ、最後まで本当に粘り強くその守備のところからも含めてチーム全員が我慢してといったところもこの最後の1点につながったのかなという部分も見えたんですけど、いかがですか。まあ、パワープレイもせず最後までこうつなぎながらね、サイドから崩していくというところを、まあ、満足じゃないですけどやろうとしてくれたというのは良かったし、本当にこう、まあ、何よりも終わった後で柏
ち点1でよかったっていうより、このゲーム勝ち点3取れたと、まあ、チームが少しだけそういう感触を得られたっていうのは、ね、あのチームにとってはすごくリーグ戦戦うには大事なことです。まあ、これから戦う中で、まあ、ジョーク監督 の, その最後のところの部分をしっかりブロック作られたときに、もう一工夫の中で自分たちを崩しきる形っていうのが見えてくると、もっともっとっていう感じも見られた試合じゃないかなと思うんですけど。そうですね、あのやはりこう個人で、ブロックの中に入っていく、まあ、ドリブルであったり、ポジションの工夫でこうブロックの中に入っていくというようなところがもっともっとこう出せるようになれば、パスだけじゃなくて、まあ、ブロックを崩していくきっかけになると思うので、まあ、そこはしっかり練習したいと思います。まあ、ただアウェーが続いた中でね、まあ、勝ち点1ずつ取った中で、まあ、でもまだ勝ち点3を取りに行くんだという意欲もあると思うので、ね、またこのゴールデンウィーク連戦でね、また厳しい戦いをすると思うんですけども、季節に向けてどうぞお願いします。そうですね、もうあの僕らはまた今日の反省を生かして、何が足りないかが勝ち点3にならなかったのかというところをこうしっかり含んで練習しながら、また次に臨んで、今日よりも強いチームで、松井の試合に臨めればいいかなと思いました。お疲れ様でした。ありがとうございました。上副監督に話を伺いました。という上副監督